コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。皆さんこんばんは。ウィークリーコンビニラジオがスタートいたしました。パーソナリティは私、コンビニ社労士の安さやかです。今日はですねスタジオの生放送でお届けをしております。1年3ヶ月ぶりかな、かなり久しぶりにスタジオから生放送させていただいているんですけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、なんと、このスタジオの生放送 と、あとズームと合わせてちょっとお話をしていくということ で、これキャンさん今日ちょっ と、ミキサーで入ってもらってるんですけど、大丈夫ですか。ありがとうございます。これでエミさんの方が聞こえてますかね。大丈夫、聞こえてないかもしれない、もしかしたらはい、はい、ということでですね、今日はスタジオの生放送及び、ハワイからズームでご出演をいただいているという、なんと、すごいハイブリッドな生放送でお届けをしていきます。はい、ありがとうございます。ごめんなさい、ツイキャスでコメントくださっている皆さん、今ズームでですね2カ所でやってるんですけど、なんとハウリングが起こっちゃったということで、すみません、なかなかねちょっと難しいかもしれないんですけど、私の顔が、こんな感じで、はい、映りますかね。はい、ということで、今日もたくさんのコメントをいただいているので、ご紹介してから今日のゲストの方それぞれご紹介していきましょう。まず、再びお疲れ様です。ダンサーズさん、いつもありがとうございます。それから高坊さん、こんばんはということで、お昼の新座さんの番組でもね、本当コメントありがとうございました。いいな、沖縄、ぜひ来てください。Z さん、こんばんは。FM ギノワンからライブですね。そうなんです。すっごく久しぶりにライブでやっております。また。はい、ありがとうございます。カープボーイさん、さやかちゃんゲストさん、皆さんこんばんは。寒い、ちょっと涼しいですね沖縄ね。昼は太陽出てる暖かいのに夜は寒いということで、そうなんですよね、ちょっとなんか涼しいかなって。でも新田さんは今日はあれですよ、半袖ですからね。今のこの時間も半袖なのですごいなと思います。あとはちょっと皆さんそれぞれハウリングの件ありがとうございます。ダンサーさんがハワイ午前2時ですけど、そうなんです。後ほどちょっと今日ハワイからのゲストの花水恵美さんにお話ししていただこうと思います。カープボーイさん、沖縄で昔の人たちものすごいものを見たらハワイえさって言うよ。その辺はどんな感じなのかな、ちょっと聞いてみたいですね。あと進撃のめいちゃん、ありがとうございます。皆様こんばんはということでありがとうございます。コメントこんな感じでですねお届けをしていきます。あと合わせまして、Facebook ライブも合わせて一緒にやっている関係で、今日はたくさんもしかしたらコメント来るかな、どうかな、ちょっと楽しみにしております。ということで、早速ですね今日のゲストの方ご紹介していきましょう。今日はまず、今日の昼の1時から生放送で私もゲストで出させていただきました新里哲也さんです。こんばんは。はい、こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。 FM ギノワンビジネス天国沖縄のパーソナリティをしてます新里哲也です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。昼も本当にお世話になりました。こちらこそありがとうございました。はい、そしてさっきまで、ついさっきまでですね、ギノワン市内のところで G-WAVE カフェでセミナーを、そうです、20分前まで喋ってましたね。本当にギリギリまでセミナーやってて、まあでも参加してくださった方がすごいなんか満足してくださったのはね、はいはい、本当ありがたかったですね。私自身も新座さんのコミュニティ作りのお話を聞いて非常に勉強になりました。 ありがとうございます。こちらこそ安さんのねすごくヒントになりました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。嬉しいです。めいちゃんがセミナー中も半袖だったんですね、わら新座さんの。そうです。半袖ネタですごい盛り上がってますはい、ありがとうございます。お久しぶりですっていう風に書いてありますね。高坊さんは新里さん YouTuber だからねって書いてあります。 YouTuber ですか。僕 YouTuber なんですか。はい、そんなつもりは全くないんですけどまあ上げてますからねラジオの。あ、そうですよね、映像をね。はい、私もそれでね、いろいろ勉強させてもらっております。本当に今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そしてもう一人、今日はなんと私の夫安圭一さん、こんばんは。入ってるフラット、沖縄に来てみました。はい、よろしくお願いします。はい、いらっしゃいませ。メンソーレ沖縄沖縄は何年ぶりですか。沖縄は何年ぶりだろう、もう5、6年、5、6年ぶり、はい、久しぶりです。いつこっちに来ただっけ。今日のですね4時ぐらい、4時ぐらいに、はい、はい、那覇に、
でモノレールで降り立って、うん、その後はちょっと自転車でね、いろいろ。あ、自転車で回ってたんですか。はい、散歩してました。あ、なるほど、はい、今日はね、ちょうどいい気候だったんじゃないかなと思いますね。お昼は観光って来てますね。あとさやかちゃん、ペーパードライバーを卒業したのを運転してるのかな。今日そのね、運転したんですけどね、本当に駐車がやばくて、もう本当さっきから三栄のね駐車場で、頭から突っ込んで、で今セミナーがギリギリまであったので、新里さんの車に乗せてもらってなんとか間に合ってるっていう、そんな感じです。本当ありがとうございます。ギリギリでしたね。ギリギリでした。非常に危なかったですね。はい、ありがとうございます。高保さん、ズームで見るのとツイキャスの画像とでは印象が異なりますね。本当ですか。ありがとうございます。そしてもうお一方ですね、今日は、ワイプで出てくると思います。ハワイからなんと、花水恵美さん、ゲストで登場していただきましょう。恵美さん聞こえますか。はい、聞こえます。アロハー。アロハよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さっきから時間はバレてるんですけども、そちらは今何時ですか。こちらは、夜中の2時過ぎです。すいません本当に。大丈夫ですか今。大丈夫です。まあ大丈夫ですかって聞いたら大丈夫ですって言っちゃいますよね。ありがとうございます。せっかくなので、寝ぼけたこといいかもしれません。大丈夫です。そしたら私たちスタジオのメンバーでカバーしていきますので、もう大いに寝ぼけていただいて大丈夫です。さあ、そんな恵美さんのお仕事ぜひ聞きたいんですけど、どんなお仕事を今されてらっしゃるんでしたっけ。はい、お仕事はですね、オアフ島のカネオヘにあるバレーオブザテンプルズメモリアルパークという永久カニ霊園で、日本にお住まいの皆様、または世界中ですね、どこにお住まいでも、ハワイのこちらのお墓を購入していただけますので、ご案内をさせていただいております。はい、ありがとうございます。なんと霊園の、管理をですねされている恵美さんなんですけど、ハワイに住まれても今どれぐらいですか。アバウトでいいですよ。だいたいこれぐらいみたいな感じで。もう35年経ちました。すごい。じゃあもうずっとハワイにお住まいで。はい、生まれが福岡でしたっけ。生まれは大分なんです。大分なんですね。はい、九州で生まれ育って、そして、ハワイに行かれたってことなんですけど、結構コメントが来てまして、まずですね、ダンサーズさんがカネオヘいいところですよねと。行かれたことあるんですか、ダンサーズさん。すごいな、いいところですねって恵美さんコメント来てます。いいところです。私生まれは大分なんですけど、はい、育ちは転々としてる。あ、なるほど、あちこちで。すごい、オートバイの音ですか。そう、今スタジオの近くブンブン通ってますね。はい、ありがとうございます。あ、これでもう大丈夫だと思いますよ。エミさん起きてます。はい、なんか懐かしい。懐かしいなと思ってました。音がね。音が。ありがとうございます。はい、それから、高保さんからですね、共同埋葬ですか、それとも個別埋葬ですかって来てます。あ、基本的には個別ですね。うん、そしてもう期限がない無期限の、一度埋葬されると、うん、動かされることがない永久な、私永眠権って呼んでるんですけれども、はい、はい、日本みたいに期限がないお墓になっております。お、じゃあ一回購入するともうずっとそこに。そうですね、まあ、永久に住めるみたいな。そうなんです。はい、すごいですね。篠さん、どうですか、この話ってなんか聞いたことあります。いや、初めて聞きましたね。まあでも日本人ハワイ好きですからね。そうですね、うん、行かれたことはあるんですか。あります。あ、いいですね。あります。私行ったことないんですよ。いいな、ハワイ行きたい。ケイチさんはありますか。あ、私は2回ぐらい行きま
ました。知らない間に行ってた。私だけです、行ったことないの。でもそういう霊園があるっていう話よね。うん、なんか本当にあの私もエミさんに会って初めて知りました。だから普通に日本で生まれ育って亡くなったら日本のお墓に入るみたいなねイメージがあったんですけど、最近はそういう日本の方がその霊園でお墓を買って、でもう亡くなったらそこにずっと、まあ、永久に住むみたいな、そういう感じの方も増えているということですね。そうですね、うん、はい、でそんなエミさんなんですけど、あのコミュニティを持っていらっしゃって、今日は、新里さんも、まあ、私もそうですし、でエミさんもちょっと、ケイチさんはわからないんですけど、あのコミュニティを運営しているというところで、ちょっとぜひあのなんかつなげてみたいなと思いがあってですね、なんとこういう無理やりなんか夜中にもかかわらずエミさんにはズームでご出演をいただいております。はい、ありがとうございます。いっぱいいろいろなんか来てますね。あの今のハワイの気温って何度ですかって、進撃のめいちゃんからコメント来てますが、今何度ぐらいですか、エミさんと、ね、うん、最近ハワイももう寒くてですね、あそうなんだ、本当に今で、ただこれ体感はもっと寒いんですけど21度になってます。あなるほど、21度だと今沖縄が今何度？今何度ですかね。今何度ぐらいですかね。今ですか。キャンさん、キャンさんが今現在は16度です。はい、16度。はい。日中はでも20度とか21度とかなりますので。ああそうですよね。多分同じぐらいかなと感覚的に。なるほど。じゃあちょっとハワイより沖縄の方が寒い感じがあるかなっていうぐらいですかね。まあでも今日新里さん半袖。いや二桁は半袖ですね。本当ですか、はい、じゃあ9度とかになったら長袖、はい、ちょっと羽織りますね。本当ですか、はい、いやでもちょうど沖縄であの最強寒波が来た時に一桁台だったじゃないですか、はいはいはい、9度とかすごい寒そうじゃないかなと思ったんですけど、キャンさん今喋れます、はい、キャンさんどうでした、あの最強寒波の時。僕はですね、うん、本当に寒いの苦手なのですんごい着込んで、で風もあるのでで湿潤な風が吹くので、はい、ちょっと湿気が沖縄はあるので、あ余計体温下がるので、そっか、はい、そうですよね、ちょっとなんか本土の寒さとまた質が違うのかなと思います。あ確かに、いわゆる東京の9度とはまた全然違う寒い感じがあったのかなと思うんですけどね、うん、沖縄結構体感低いですよね。体感低いですね、うん、それはね思いました。私も昨日の夕方に沖縄入りしたんですけど寒っと思って、結構風があったんで、なんか14、15度ぐらいはもうちょっとあったのかな、17度ぐらいあったのかな、ですけどめちゃめちゃ寒いと思いました。ケイチさんは今日は降り立ってどんな感じでしたか。沖縄今日はちょうど良かったですね、あの自転車こぎ日和という感じでした、うん、自転車こぎ日和聞き慣れないですね、まあ、あんまり聞き慣れない言葉ですね。ありがとうございます今日は Facebook ライブもやってまして、 Facebook ライブから金岩さんがこんばんはということでコメントいただいてます。ありがとうございます。こんばんは。ちょっと今日はあの Facebook ライブの方の画像があの変な角度になっていますがお許しください。はい、ありがとうございます、たくさんたくさんたくさんチャットでいただいてますね、みそにこみすきーさんがこんばんは、ハワイは湿気が少ないから体感寒いかもっていうふうにね言ってくださってますね。あなんか本当に寒そうですね。寒いです。もうワンちゃんたちうち3匹いるんですけど、うん、あのフーディーつけてしのいでる感じですか、はい、なるほど、縛れてる。あそうなんですね、はい、そっか、なんかね3月に入って結構春めいてくる季節かなとは思うんですけど、まだまだちょっと寒い時間がね、寒い期間が続くかなと思いますので、あダンサーズさんもホノルルの気温20度っていう風に書いてくださってますね。やっぱ同じぐらいそんな感じのねあの気温なんだなっていうのを今分かりました。はい、もうすごいですね、あのカンガルーポーさんがキャンチーもいるのって、キャンチーって呼ばれてますけど、はい山内さんがしょっちゅう僕のことキャンチっていうので、あそうなんですね、はい、どういう理由でキャンチ。僕子供扱いされてるので幼稚園児だっていつも言われてるので、あなるほど、はい、幼稚園児のキャンチ、はい、すごいですね。もうなんかちょっと可愛いので私もそう呼ぼうかなと今一瞬思ってしまいました。ありがとうございます。進撃のめいちゃん、新里さんが長袖を着たら、あの新里さんでも寒いんだなって思っておきます。
わら基準なんですね僕がね。そうみたいですまあでもあの今日ねセミナーやってコミュニティ作りのセミナーやったんですけど、はい、あの来てる方みんななんか寒い寒いって言ってましたよ。言ってましたね、うん、おかしいな。そう なんで半袖なんですかみたいなこと言われてましたよね。え、僕からするとどこが寒いんですかっていう感じなんですけどね、そうなんだ、すごいな。私一応ヒートテック着てるんですけど今日、はい、どうなんだろう、ちょっとまだねあの慣れてないのかなって感じなんですけど、高保さんが東京は現在 7.5 度、うわ、はい、もう一桁当たり前、まだまだそんな時期ですからね。本当に、ね、あの皆さんそれぞれの本当今あの地域から聞いてくださったり見てくださったりしてると思うんですけども、あの風邪ひかないように本当にお気をつけください、あと天野蘭斗さん、はじめましてということ、はじめましてありがとうございます、ぜひコンビニラジオ今日はあのいろんなところから登場してますが、ハワイと沖縄から中継でお届けをしております、カープボーイさん大丈夫、新里さん、あとん新里さん、あと知ってるかな、ラジオ沖縄のアナウンサーで1年中かりゆしウェアの人がいるよって。なるほどね、はい、すごいですね。ということで、私も1年3ヶ月ぶりぐらいに沖縄にたどり着きまして、スタジオは本当に久しぶり。お久しぶりです。ですね、はい、なんか私この今のスタジオのスタイルになってから初めて来ました。ですよね、はい、前もっとごっちゃごちゃしてましたよね。ですねちょっとすっきりしましたよね。すっきりしました。非常に話しやすい感じになってますね、うん、なんかいいですね。そしてこうズームでね今日エミさんが映って、これちゃんとあの動画でエミさんバッチリ映ってますので、はい、エミさん、はい、どうぞどうぞ。あのフェイスブックのメッセンジャーに、うん、成田にお住まいのお友達からラジオ聞いてますよってメッセージが入ってます。はい、あら素敵、はい、ありがとうございます。お友達の、お友達の、え、な、成田の方はい、はい、あの滝田優子さんです。あ、滝田優子さん、この前、はい、千葉でお会いしました。あ、そうなんですね。そうなんですよ、はい、あのちょうどね交流会がありまして、でそこで、うん、あのお会いしたんですよ、はい、で Facebook で私もつながってたんですけど、はい、初めましてでした、その時。あ、見てくださってるんですね。あ、嬉しい、うん、ありがとうございます。はい、ね、すごい嬉しい。天野蘭斗さんから、エミさんはハワイの方なんですかって来てます。ハワイです。ハワイに住んでますけど、うん、あの生まれは日本です。あ、そうですよね、大分で大分で生まれて、まあ、東京で育ち、福岡で育ちました本当にあのエミさんすごく素敵な方でして、エミさんがあの持ってるちょっとこうコミュニティについて、もしよかったらなんかどんな感じで今どういう方とつながってるとか、そのあたりのお話って聞いてもいいですか。そうですね、私本当に、ま、今させていただいてるコミュニティは、うん、ホーアロハと言いまして、うん、ハワイ語のホーアロハっていうのが、日本語にすると大切な仲間っていう意味なんですけれども、うん、もう私があの信頼できる大好きな方を、ご招待させていただいて、うん、そして、まあ、月に一度ですね、先ほども交流会、日本時間の、17時だったので、こちらの夜の10時だったんですけれども、はい、交流会をさせていただいて、はい、すると本当皆さん、素敵な方ばかりでって言って、いつも交流会の後に感想をいただくんですけれども、うん、まあ、いろんな、業種の方がいらして、うん、で、まあ、それを立ち上げた理由が、皆さんそれぞれでこう、Facebook とかでもですね、うん、ページを作ってらっしゃったりとか、または、まあ、普通の個人の Facebook で、イベントを開催されるのを告知されたりとか、
すごいみ拝見させていただくと素晴らしい活動をされていらっしゃるの でそれをこう一つの、まあ、グループからということでエッセンシャル掲示板っていうページを作りまして、うん、でそこに今50名ほどフォアロハのメンバーになっていただいてるんですけど、その方たちが、うん、活動されてる、まあ、内容とかあとイベントをですね、そこでアップしていただくことによって、私の周りの方たちだけではなくって、その他の49名のメンバーのお友達の方たちにも見てもらえる機会が増えるんじゃないかなっていうことで、うん、はい、それをこれから少しずつ広げていきたいなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。はい、今そのメンバーの方がね、結構日本の方を中心にお声かけされてる感じなんですかね。そうですね、うん、そうです、はい、うん、ハワイからなんかその日本の方に働きかけるっていうのはなんかすごいことだなと思うんですけどね。新藤さんも結構その全国的にいろんな地域の方をコミュニティメンバーとしてお迎えしてますけど、はいはい、そうですね、迎えたというか、うん、毎日発信してるじゃないですか、はい、SNS ブログ書いてるんで、はい、SNS を通じてみんな僕のことを知ってくれて、うん、でそれでその流れで僕のことを知ってる方々が入ってきてくれているので、うん、はい、まあ、全国に広げようと思ったわけではないんですけど、うん、結果的に全国の方が参加してくれてるっていう感じですね。あ、うん、素晴らしいですね。本当なんかオンラインでね、こうエミさんのコミュニティも結構オンラインでズームでやり取りされてますし、しんどさんのコミュニティも、はい、ズームです、基本ズームです、やってらっしゃいますよね、はい、まあ、私もコミュニティ持ってて、その交流イベントとかはやっぱり Zoom を使って本当地域関係なく参加できるようにしたりしてて、もう今本当に場所を超えた物理的な距離を一気にはるかにこう超えていく、そういうなんか個別のつながりっていうのがね、すごく大事になってきてますよね。圭一君はなんかコミュニティは入ったりしてますか？コミュニティと言いますかね、私が勤めてる大学がもう、うん、まあ、まさしくコミュニティみたいな感じで、と言いますのも前出演した際にも申し上げましたけども、うん、筑波技術大学という大学は障害がある学生さんが通う大学で、うん、私担当は耳が不自由な、うん、学生が通ってますということで、学生にとってはその場所が、まあ、コミュニティと、うん、いう場所なので、うん、まあ、その自分がどういうアイデンティティを持っているかとか、そういうところを養う場として、まあ、まあ、一種の、うんうん、なんだろうな、まあ、大人になっていく段階のコミュニティというところを、うん、まあ、サポートしてるっていう感じですね。なるほど、うん、ありがとうございます、まあ、大学っていう中ではあるけれども、うん、もう本当にその耳が聞こえない、あるいはまあ目が見えない方が学生さんでいらっしゃるっていうのがもう本当に一つのコミュニティとなってて、でお互いにそういうハンディキャップっていうのはあるけれども、まあ、そこを超えてこう交流していくっていう支援を大学としてバックアップしてるみたいな感じ。そうですね、うん、学生さんが、まあ、将来羽ばたいていくための支援をしているっていうことですね、うん、あ、なるほど。そういう大学って他にあるんでしたっけ、日本で。実は日本で唯一の大学で、障害がある方が通う大学、まあ、最近たくさん増えてますけれども、うんうん、まあ、障害がある方だけが通う大学という意味では、うん、日本で一つの大学です。はい、ということなんですよ。なかなかね、なんか聞いたことがあります、キャンさん。いや、初めて聞きました。筑波といえば僕は宇宙好きなんで、あ、はい、そのイメージが強かったんですけど。なるほどね、筑波の出身なんですよ。実は筑波出身で筑波で勤めております、うん、素敵ですね。なんかロケットのなんか模型が筑波はね、うんうんうん、あったりとか、はい、うん、しますよね。あ、そうなんです、キャンさん知ってる、すごいね。実は知ってるっていう、はい、というふうに本当に今日はコミュニティっていうテーマで、まあ、さっきまで新田さんと一緒にセミナーをやってたっていうこともあって、まあ、こういうラジオも本当にコミュニティの一つだし、
個のつながりっていうのをねやっぱり大切にしていくのが、まあ、今後はすごく大事なんじゃないかということで、先ほどもそういうセミナーの中でお伝えさせていただきましたし、まあ、今日のゲストの花水恵美さんもですね、そういう本当に国を超えたオンラインのコミュニティを作っていらっしゃって、私まだ1回もね交流会参加できてなくてごめんなさいなんですけど、もう本当にね素晴らしい方がたくさん参加されてるってことで、いやもう本当に素敵だなと思っていつかちょっと参加させていただきたいなと思っております。Facebook のコメントもね来てまして、林さんが、やすさん沖縄で運転、そうです、またこの後私は運転しなければなりません、命が続く限り頑張ります、それから後藤茂太さん、こんばんは。やすさんの横顔アングル新鮮。そうなんです、今日はねちょっとスタジオから生放送なので、横顔をお見せしております。皆さんに声が届いてるのかな、それは大丈夫なのかな。私の方でちょっとズームの音声切ってるんですけど、キャンさんの方でいけるのかな。こっちの、はい、ノートパソコンの方で音声拾ってるので、あ、大丈夫なんですね。はい、あ、すごい。キャンさんすごいですね。いや、ちょっと一瞬で今バーってどうしたらいいかなって考えていやすごいですよ。だってこのねスタジオ生放送だけだったらもうそのまま直接ここで話すればいいですけど、今回ズームと、あ、しかもフェイスブックライブも全部同時配信でツイキャスもやってますんで、いやもう本当にとんでもないことをお願いしてるなって今改めて思いました。いやもうちょっと イメージ最初からしてたのでよかったなと。あ、すごい。もう篠田さんラジオここまで進化してます。そうですよね、うん、ちょっと本当ちょっと前まで考えられなかったですよね。考えられなかったです、考えられないですね、はいはい、ハワイからの中継でこんな時差ないんですよ。そうなんですよびっくりですよね。いや本当にすごいなと思いますね。えみさん眠くないですか、大丈夫ですか。大丈夫ですけど、私健一さんの顔、お顔を拝見したいです。あー、そっか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 、じゃあちょっとよろしくお願いします。今のそっかそっか配信の方の角度を変えました。はい、失礼いたしました。そっかそっか、素敵な声だけ、うん、そう、なんかケイチ君の顔を見たいってエミさんが言ってくださってたんでこんな顔ですこんな顔です。はい、ありがとうございます。Facebook ではね、時々お二人のツーショットを拝見していて、似てらっしゃいますよね。え、本当ですか、うん、あら似てます、新田さん。夫婦似てくるって言いますもんね。あ、そっか、そっかそっか、いや恥ずかしいですねちょっとありがとうございます。今日はですね、うん、ゲストで、ウィークリーコンビニラジオ、全然コンビニ感満載、全くない状態で今日やってるんですけど、まあ、コミュニティっていうことをテーマにゲストとして、お昼の1時から金曜日の夜、お昼の1時からビジネス天国沖縄のパーソナリティをしていらっしゃる新里哲也さん、そして、私の夫である安圭一さん、そしてハワイから今日は、就活アドバイザーでもいいのかな、就活なんて言ったらいいんだろう、コンシェルジュの花水恵美さんそして今日はミキサーでキャンさんが出演してくださってます。ありがとうございます。ちょっとチャットコメントを読んでいきましょうかね。Facebook ライブから後藤茂太さん、はい届いてます、ありがとうございます。そして配信の角度変わりましたね。そうなんです、パソコンからつないでますからね、いくらでも角度はねこう調整できますよ。はい、ありがとうございます。そしてツイキャスから、味覚ゼロさん、背後のモニターがあちらの国の中央テレビ、そういうこと言っちゃいけない、はい、ありがとうございますハワイからね今日はお届けしてくださってます。高野さん、一国堂さんが活躍の場がなくなるね、わらなるほど ね、確かに、はい、うん、本当ですね。時差じゃない、なんて言ったらいいですか、タイムラグがない、はい、っていうことで、映像と音声がずれるっていうのもないですからね。そうですよね。いや本当に今こうオンラインって進化しましたね。恐ろしい世の中になってきたなと思います。で、味噌煮込みスキーさん、ヤスさん、キャンさんはできる男よキューノヤもキャンさんのおかげということで
ありがとうございます。いやー本当にね、キウ名古屋さん毎週火曜日夜10時、最近本当リアルタイム聞けてなくてごめんなさいなんですけど、あのちゃんと聞いてますのでね、アーカイブで。いや本当に素晴らしい番組だなと思いますし、まあ、キウ名古屋のおかげで、あの本当にこうやって生放送やる楽しみっていうのを改めて知ることができて、まあ本当生放送始めて1年3ヶ月ぐらいが経ちました。すごく ありがたいです。かっちゃんさんコメントありがとうございます。つやかさん、ゲストのやすさん、しんざつさん、えみさん、キャンさん、リスナーの皆さん、こんばんは。ありがとうございます。こんばんは、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。しんざとさんの番組もずっと生放送ですか今？そうです、基本はそうですね。わすごい。基本はそうです。もう10年目ですよね。そうなんですよ。実際10年目、まあ、9年以上やってこられてるってことですけど、はいはい、生放送をやり続けてどうですか、なんかその変化とか、なんか影響とか。そうですね、なんていうんですかね、まあ、YouTube にも上げてるので、自分の YouTube チャンネル持ってるんですよ。はい、で、コミュニティ、地方のラジオ局じゃないですか、はい、もう聞いてる人はそんなにいるってイメージはないんですけど、はい、結構声かけられたりとか。ああ、すごい。そうなんですよ、普通に道歩いてて声かけられたりするんですよ。バーで飲んでたらラジオ聞いてますって言われたり。へえ、すごい。そうなんです、そうなんですよ。はい、この間も、ね、芸能事務所で僕の番組見てたっていう芸能関係の方に言われて。芸能界そうそう、芸能人、芸人の方が座ってて、はい、僕の番組みんなで見てたって言って、で、そういうね、自分の知らないところで見てくれてる人がいたりとかするので。すごい。はい。いやー。やっぱ10年やってるとね、まあ、多少ね、知ってくれる人も増えてくるので。はい。まあ、でも続けてる理由はもう単純に楽しいですよね。なあ、そうですね、楽しい。これも一つのコミュニティだと思うんですよね、こうリスナーさんとのやり取りとかもね。そう、ダンサーさんもね、生放送は絶対楽しい。いやおっしゃる通りです、もう全然違いますね、楽しいですね。違いますね、本当に。いや素晴らしいですね。でも単にその10年やっててもただやってるだけだったら別に、まあ、わかんないですよ、はいはい、影響あるかもしれないですけど、うん、そのやっぱ新里さんがその生放送を通じていろいろ働きかけてるものがあるから、はいはい、そういうふうに反応が返ってくるのかなと思うんですけど、はい、その辺はどうですか。だって僕の番組って僕の影響というか、やっぱり結構素敵なゲストさんが結構呼ぶ機会が多いので、はい、その方々の影響力が多分番組の影響力に影響してるのかなって思うんですよね。確かに、うんうんうん、本当にすごい方がいっぱい出演してくださってますもんね、うん、ほとんど紹介なんですけどね。すごい、はいはい、すごい紹介か、いいですね。そのラジオやってるから紹介していただくっていうのも一つあると思うんですよね。ああ確かに、はいはい、うん、私も少しずつなんですけどゲストの方を紹介してくださる方が出てきて、はいはいはい、すごいありがたいです。嬉しいですよね。嬉しい、なんか注目してもらえてるっていうのと、あとやっぱりそのゲストの方だって、まあ、今日もエミさんとか、まあスタジオからこう皆さん出てくださってるんですけど、やっぱりなんかプラスがあるから出るっていうのはあると思うんですよ、うんうん、どうしてもその何の理由もなしに出るってことじゃなくて、やっぱり発信するっていうメリットだったりとか、その活動を知ってもらうっていうそのメリットを感じてくださってる、可能性を感じてくださってるから出演してくださるのかなと思うんですけど、ね、そういうふうに感じてもらえるように少しずつなってきたのかなっていうのは感じますね。いや本当ありがたいです。いやねえみさん本当、はい、ありがとうございますね。お一人だけ別空間みたいになってたあれですけど、もう私はたださやかさんが好きで出演させていただいてます。いや嬉しい、もう泣きそう、ありがとうございます。でもえみさんもそのラジオではないですけど YouTube ライブ結構やってらっしゃいますよね。そうなんです、うん、もうさやかさんとじゅんじゅんにもね出ていただいてそうです、ね、また今度も出ていただけるということで、はい、はい、どんな感じの Facebook ライブをやってらっしゃるんですか。もう私も皆さん素敵なゲストさんを毎回お呼びして、うん、まあ、トピックを決めて、でそれについてお話をいただくっていう感じなんですけれども、はい、やはりさやかさんのね歌の
歌ですか。ありがとう。ありがとう。歌える。皆さん、あの話をこうするとどうしてもあのとそこにたどり着くみたいな、うん、お仕事してる、お話ししててもやっぱり最初こう感謝の気持ちを、うん、届けたいっていう、本当に素敵なゲストさんが毎回出場していただいて、はい、はい、その方の、はい、いろいろなお話を伺ったりしております。いや、あのエミさんがそれを続けていらっしゃる理由ってどこにあるのかなって実はすごい興味深くて、でやっぱりその継続じゃないですか。それも Facebook、 あ、ごめんなさい、 YouTube のライブも結構やっぱ継続をすることの、あの、なんていうか効果ってあると思うんですけど、うん、それは、そうですね、はい、うん、どういう理由で。あと私、あのポッドキャストもしておりますね。あ、そっかそっか、ポッドキャストね。ポッドキャストの方が週1ぐらいのペースで、うん、そちらもあの1人だとあの続かない、多分3回で終わってたと思うんですけれども、うん、そちらもあのアフイホーって言いまして、あのハワイ語ではあのさよならがないんですよね。グッバイがなくて、うん、またお会いしましょうっていうハワイ語なんですけども、うん、そのアフイホーインタビューっていう番組をさせていただいていて、はい、そちらには、はい、ヤスさんもですね、あの出てあの出演していただいて、はい、ではその、 あのゲストの方の、まあ、自己紹介から仕事の、ね、始めたきっかけとか、座右の銘とかっていうのも伺いながら、それで今92回目をすごい、はい、92回はい配信させていただいて、で YouTube は基本月に1回のケースなんですけれども、うん、そちらもゲストの方をお呼びしているのと、あとあのそのエッセンシャル、あ、就活エッセンシャルっていう YouTube で、あのお役立ち情報とかですね、うん、そちらにはあのライブではないんですけれども収録をして、あのいろんな情報を少しずつ、うん、あの皆さんに知っていただきたい情報を、配信しております。いやー、すごくないですか、新達さん。あの すごいですね。ハワイにいらっしゃってですね、はい、それでこの情報発信力なんですよ。私かつてなんかお会いしたことないなってこういう風にあの発信されてる方で、しかも海外から、うん、うん、どうですかね、ケイチ君どうですか。うん、あの継続は力ないですね、本当に。うん、ベタな言葉ありがとうございます。いや本当にすごい、そう思います。うん、やっぱりそれはね、なんかあの出てくださるゲストとして出てくださる方とか、やっぱそのエミさんも多分応援したい、その方を応援したいっていう気持ちをすごく持ってくださってて、うん、私が出た時も本当に応援してくださって、まあ、さっきちょっとチャットツイキャスのコメントの方で進撃のめいちゃんが歌えとかって言ってるんですけど、私歌を出しててエピソードっていうあのオリジナルの歌を出してるんですけど、まあ、その、 あの歌のこともねすごく取り上げてくださって、でなんかエミさんならではのこう見解をお話し してくださるんですよ。もうねそれがすごく嬉しくて、なんかこうやって気にかけていただけるってもうめちゃくちゃ嬉しいなーなんて、そういう方がもう本当にどん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 広がってきてるんだなっていうのをエミさんの活動を聞いてても感じますね。もちろん新里さん あの出会ってる数はもうすごい桁だと思いますので。そうですね、やっぱりラジオやってたからこそ出会った人もいるので、うん、あ、やっぱりそうですよね、はい、安さんともねラジオが共通点でお話する機会って絶対多いじゃないですか。多いです。うん、本当そう、まあ、私がこうやってコンビニラジオをやるきっかけになったのもまさに新里さんのあの一言がきっかけになってますからね。あ、まあ、これお昼のビジネス天国沖縄でもお話ししたんですけど、ラジオって双方向のコミュニケーションツールなんですよって言ってくださったのが、私が番組を始めようと思ったきっかけに。今めっちゃ双方向ですよね。コメントめっちゃ来ますもんね。今日すごいですよね、チャット追いつかない。すごいですよね。全然追いつかないですよ。もうなんかすごいありがとうございます皆さんね、本当
あのみそにさんも反応がリアルタイムで分かると楽しいですよねって。あと進撃のめいちゃんがメールも送信してみましたってことなんですけど、キャンさん、はい、メール届いてますのでちょっと表示しますね、はい、こちらになります。あ、すごい、はい、進撃のめいちゃんから、はい、やすさんと旦那様とキャンチー、そして小春ちゃんこんばんは。あ、違います違います、新雑さんこんばんは。違います違います、あれゲストさんもアロハ、アロハ。今年のハロウィンフェスで新雑さんがどんな格好をするのか楽しみにしているめいちゃんでございます。あ、なるほど、また傷に塩を塗りましたね。そんなあれだったんですか。今日はちょっと、久々のスタジオから生放送、はい、やすさんをずっとズームの映像だけで拝見しているだけで、スタジオから生放送かなり貴重、この後の番組と少し程度コラボしてほしいなと思いつつ、やすさんの、王子今滑ってますの声大好きです。ではでは最後まで放送頑張ってくださいねということでメールいただきました。ありがとうございます、嬉しいです。あの、あんまり普段メールをね拝見する時がなくて、基本ズームでの放送やってますからね、はい、もう実際こうやってメール届けてくださるのめちゃめちゃ嬉しい。嬉しいですよね。嬉しい、本当。いや、ありがとうございます。なんかハロウィンコスがなんかすごい話題になってると。そうなんですよ。あ、また傷口に塩塗ってしまった。そうなんです。やらなきゃいいのにFM 機能ってそのハロウィンのパーティー企画するんですよ。やらなきゃいいのに。そうそうそう。でね、僕が張り切るんですよ。嫁が張り切るんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。嫁がね、本気になるんですよ。あら。いいじゃないですか。そうそうそう。でね、あの、はい、仮装するためにね、はい、もう女性のアパレルの店に行って、嫁が選んで試着させるんですよ。はい、僕試着したんですよ、実際に。はい、それ試着室開けたら、はい、10名ぐらい女性の方が並んでたんですよ。試着する前に。やばい、嫁がいないんですよ、その時に限って近くに。単なるやばいやつじゃないですか、僕。やばい人ですね。静田さん、すいません、僕のせいですね。そうですよ、キャンさん。僕が毎年、ハロウィンウィーク関係なくやってたので、あ、はい、そうか。それきっかけで始まってしまったので、申し訳ないです。唯一憂鬱な時期です、僕の。ラジオで。浴衣とかそういうのは大丈夫なんですか。全然大丈夫ですね。そっちは大丈夫。はい、だけど、ハロウィンはそうです、キャンさんが、キャンチーが作っちゃった、はい、はい、すいません、僕のせいです。お前か。だって去年のキャンさんのあの姿もまた、あれミイラ男、あー、あれルローン剣心の、そっか、ルローン、はい、ミイラ男じゃなかった、敵役なんですよ。だちょっともう少し、はいはい、もう少しちょっとやっぱクオリティ上げたいなと思ったんで、今年もう少し頑張ろうかなと思ってます。すごいですね。 またありそうですね。ねえ、なんかこれ間違いなくありますね。ということで進撃のめいちゃん、ぜひ楽しみにしててください。キャンさんと新雑さんのコス楽しみにしててください。私はほどほどに頑張りたいと思います。みそにさん、定期的に話しかけないとエミさんが眠くなっちゃう。大丈夫ですか、エミさん。あ、寝た。そんなエミさんは系図で喋っていますかって、ダンサーズさんから来てますね。系図って何？あ、系図ラジオですか。ああ、そういうことかも。はい、あ、系図ですね。系図、あ、はい、喋、うん、ってる。喋ってます。あ、喋ってるんだ。え、ちょっとこれ解説が欲しい、エミさん。うちの霊園がですね、ケーズラジオさんのスポンサーをさせていただいていて、はい、はい、で月に一度、就活エッセンシャル、まあ、就活エッセンスにハワイという、おう、インタビュー番組を作ってくださって、はい、はい、でそこで私のお友達のアナウンサーのミサちゃんと一緒に、はい、から10分から15分ぐらいですかね。へー、はい、そこでは、まあ、就活についてのお話をさせていただいたりしています、うん、あ、すごい。じゃあダンサーズさんはそれを知った上でコメントをくださったのかな。ケーズで喋っていますかっていうコメント。すごい、初めて聞きました。なるほど、ラジオなんですね。はい、ってことはラジオパーソナリティでもいらっしゃったと。私ですか。はい、ゲストのみたいな感じでインタビューをされる側です。あ、なるほどなるほど、
じゃ今日もゲストとしてご出演いただいてるんですけど、まあ、こういう感じの、はい、そうですそうです。あ、そうなんですね。まあ、でもすごいですね。うん、知ってました？ケーズ。知らなかったです。私も知らなかった。面白い。今年で60年ですよ、ハワイ。60年ですか。はい、すごい、はい、ラジオ、ケーズラジオ。はあ、そう。キャンさん、FM ギノワンは何周年でしたっけ？ FM ギノワン、多分今年で8周年になるかなと。8周年になります、はい、ねえ、すごい、うん、8周年もすごい歴史ですけどね。でも、60年はすごいですね。すごいと思います。ねえ、まあ、でもあのハワイの、はい、日本、今日本語のラジオって一つしかなくてですね、ケーズラジオ。あ、ケーズラジオって日本語なんだ。はい、そうなんです。それで、まああの、うん、日本語話せる私たちのような方たちが楽しみに聞いているので、はい、ずっとね続いてほしいなと思ってるんですけど、うん、それで皆さんよくなんかちょっと大きな機械が壊れて、え音読が大変になった。あらまあ、ちょっと機械の名前わからないんですけど、うん、でも皆さんがすごいあの寄付とかをしてくださって、うん、それで、まあ、コミュニティ、ね、この地域の方のおかげで、うん、存続してるっていうところが大きいと思います。へえ、すごい。じゃあもう皆さんの協力で作られているラジオってことですね。うん、あ、すごいな。まあ、やっぱり今日あのスタジオで久々に生放送してますけど、すごいですもんね。やっぱりそのラジオを配信する機材ってこんな感じなんだっていう。でしかもギノワンさんに至ってはツイキャスライブだなんだとかってやってるから、もうカオスですよね。本当機材が裏は見せられないですね。ケーブルだらけで。いやでもすごいですよ。すごいスッキリしてますもん今スタジオが。うん、私専門が音響なので、すごいさっきからですね、あのジロジロと。あ、構造が気になるっていう。ちょっとこの後深くお話ししたいです。ああもうぜひぜひ。僕も DJ をやってるので。あ、そうですよね。あ、それはもうぜひぜひあの話していただきたいですね。うん。いや本当にすごい日なんです。味噌煮込みスキーさんもチャットあのコメントでいただいてます。今日の放送はすごい日ですね。ハワイからつないで新里さんがゲストでスタジオからヤスさんご夫妻が話してるっていう。イエーイ、ありがとうございます。あ、アロハはい、ありがとうございます。皆さんぜひアロハやってみてください。カープボーイさん、誰だったかな、誰かが新里さんの被害者の会があるって言ってたけど。そうなんですよ。え、そうなんですよ。これをちょっと解説求む。なんかね、僕あの何かやりたいとすぐ人を巻き込む癖があって、あ、ラジオも楽しいと思ったんで、僕が誘ってラジオ始めた会社ってもう70社超えてるんですよ。もう何でもそうなんですよ。コミュニティでも何でも巻き込む癖があって、でそれがあの被害者の会って誰かが言い出して、そしてね SNS で結構問い合わせが来たんですよ。すいません、被害者の会入りたいんですけど。入りたい。どうやって入れるんですか。あの、誤解しないように、本当に被害をこう思ったわけではないですからね。はいはいはい、誤解なきように。そうそう、何かと巻き込まれるんで、それを被害者の会って誰かが言い出してですね。素晴らしいですね。はい、殺到してます、被害者の会に今。被害者の会が殺到するってすごいな。問い合わせが来るんですよ。被害者の会にぜひ入会したいっていう。じゃあ、あくまでラジオを始めるのは通過点なんですね。通過点ですね。はい、めちゃめちゃすごいな。いや、私もある意味被害者の会の会員ですよね。そうです、そうです。今日から入会します。あ、ぜひぜひぜ ぜひ。また増えました。ぜひぜひ。マキコ、エミさんも入会です。あ、わかりました。ありがとうございます。聞こえは非常に悪いんですけど、あの本当に迷惑かけるわけではないので安心してください。むしろね、あのいい巻き込みですからね、これは。はい、いい巻き込み事故ということで、うん、ぜひあの皆さんあの積極的に巻き込まれていってほしい。そうです、ぜひ被害者の会に皆さん。はい。はい、もう本当にあの新里さんの影響力ってエミさんすごいんですね、こっち。すごいんですよ。はい、被害者の会が生まれちゃうぐらいすごいんですよ。だからね、もう本当に巻き込まれていただけると、あのもっといろいろ世界が広がると思いますから。ぜひ、ね、私も被害者になりたいです。なんかそういう問い合わせがめっちゃ来るんですよ。被害者になりたいって言われる。被害者になりたいって。キャンさんも被害者の会。僕もそうですね、被害者の会入りたいですね。入りたいです。入りたいですね。入りたい。僕も被害さん、あ、キャンさんの方から被害受けてますからね。あの
ハロウィンという形でね。お互い様なんです、ね、キャンさん、被害者の会、ね。はい、クライアント減りましたからね、2、3名。はい、ラジオで新座さんこういう人思いませんでしたって言われて。それ悪い方ですか。あちゃあちゃやっちゃった。じゃあ今度僕があのちゃんとプロデュースするので。なるほど、お断りしときます。交渉が決裂いたしました、はい、生放送でありがとうございます、ということでちょっと続きを、Apple Music にリアスさんの曲がありました。見つけてくださってありがとうございます。リンクまでね、ありがとうございます、あの貴重な音源ということでダンサーさん、 あとカンガルーポーさん、おさやかさんの曲エピソードを見つけました。嬉しい。やっぱこれエミさんが言ってくださったからだ。めちゃめちゃありがとうございます。嬉しいです。あ、なのに1位じゃない。え、どういうこと。みそにさん、旧名古屋でやすさんの声をたくさん使わせていただいております。感謝です。あれですね、王子滑ってますってやつですね。はい、リバーブつけますか。いやいや、いいですね。そこまでやる。生放送で。いや、もうこれはぜひあの皆さん旧名古屋を見て、あの今聞いてください。聞いていただけたら私のそのリバーブのかかった王子滑ってますが聞けると思います。はい、名古屋も巻き込まれております。あー、すごい。ダンサーさん、コスプレアメリカンポリスでした。だんだん明かされていきますね。あ、高茂さんはご存知なんですね、あのさっきのケーズラジオ、ホノルルのラジオ局ではっていうことで、ね、すごいですね。はい、武蔵さんがハロウィンウィークの前に浴衣ウィークがあると思うので、皆さんの浴衣姿およびハロウィンコスチューム楽しみにしてます。やっぱりあるんですね。あります、はい、ハロウィン残念ながらあるようです。あります。高保さん、 TBS ラジオでは朝の生島博さんの番組もハワイで流れてますよ。へえ。あと K2 は日本でも聞けますよって。知らなかった。やっぱあの今、うん、あのライブストリーミングで、はい、あ、リンクがあればどこからでも聞けます。あ、そういう感じなんですね。はい、今ね、このギノワンもリッスンラジオってアプリを使うと本当に全国どこでもあの音声のみで聞けますし、まあ、ギノワンに関しては本当 YouTube ライブだ、ツイキャスライブだってやってますからね、映像でもお楽しみいただけるんですけど、 K2 ラジオも日本で聞けるということで、はい、ぜひ聞いてみたいと思います。ハワイの超有名日本語ラジオ局です。本当にダンサーさん、みそにさんはすごいですね。ラジオに関する知識、アンテナが広い。アンテナが広いですね。いやー、すごい。やっぱりって、みそにさんがやっぱ聞いてたみたいですね、ダンサーさんと。ケーズラジオで聞いた声が一緒なのは偶然じゃなかった、すごいご縁だって。エミさん、聞いてくださってたみたいです。すごーい、はい、嬉しいです。はい、あ、なんかあの流れてきました、私の曲でしょうかね。エピソードが流れてきました。ありがとうございます。なんか今日いい演出だな。いつもエンディングで使わせていただいて。あ、そっか、ありがとうございます。はい、あのいつもねズームライブだけやってると全然エンディングとかあの私のあれがジングルが聞こえてこないんですけど、実はちゃんと流してくださってるんですね。ありがとうございます。進撃のめいちゃん、被害者の会代表は山内さんでしょ。本当？あ、そうなんですか。あとダンサーズさん、あ、私のあのシリが、滑り王子被害者の会を立ち上げようかな。ぜひお願いします。カンガルーポーさん、王子はいつもやし。もうなんかすごいですね、高保さん、ラジオだけにアンテナが。カンガルーポーさん、清名古屋のメンバーはすごいな、王子以外はって。もう王子はいつもはぶられてる感じですね。被害者の会ということで、私も被害者の会に入会したいと思います。ということでウィークリーコンビニラジオですね、残りあと2分40秒ぐらいになってきました。今日も本当に ありがとうございました。今日のゲストは新里さん、そして安圭一さん、そしてあの花水恵美さん、そしてキャンさんも出てくださいました。どうでした、まず新里さん。いや、新鮮ですね。いつも僕パーソナリティやってますし、あ、そうですね、あと昼間なんで夜喋るって結構新鮮ですね。はい、そうですよね、はいはい、久しぶりの夜ですね。久しぶりですね。あ、嬉しい、はい、本当今日は一日ありがとうございます。めちゃめちゃ濃いので、あと明日イベントがあるんですよね。はい、明日イベントがありますね。はい、よかったら簡単に告知など。はい、シアタードーナツなので映画の上映会の後に僕がトークライブをやるという変わったイベントがありますので、6時30分から、開始なので、はい、ぜひ参加されてください。はい、ぜひFM 小山のねすぐ近くにあるシアタードーナツ、シアタードーナツでありますね。はい、でイベントあって私も出ますので、はい、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。ありがとうございます。ヤスカン、ヤスさんだって。ケイチさん、どうでしたか。ありがとうございました。いつもツイキャス拝見させていただいてますので、ありがとうございます。なんていうか
スタジオの様子を生で拝見できて嬉しいです。はい、ありがとうございます。またぜひよろしくお願いします。そしてエミさん、ちょっとあと1分30秒くらいなんですけど、簡単に今日の感想など。はい、今日はヤスさんのご主人様にお会いできて本当に嬉しいです。ありがとうございます。なんか今写真撮影して写ったかな、エミさんもありがとうございます本当ありがとうございます。そしてキャンさんも今日ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございました。はい、めちゃめちゃやっぱ楽しいですね、こういう、はい、あのなんかライブ感満載の、いや本当にありがとうございます。高保さん、ヤスさん、ヒージャージルは食べて帰郷してね、わかりました、味覚ゼロさん、キーウ名古屋は技術云々じゃないからな。いや本当にそうですよね、もうコンテンツが面白すぎますからねはい、ということで、あの本当にこのウィークリーコンビニラジオ、久しぶりのスタジオ生放送となりました。本日ご出演いただいた皆様、本当にありがとうございました。キャン様ありがとうございました。そして今日コメントをくださった皆様も本当にありがとうございました。また来週ですね、来週からは、引き続きズームの生放送でお届けいたします。またたくさんの方があのゲストで出てくださる予定ですので、楽しみにしていてください。特に3月17日はなんか名古屋からお届けする予定なので、ちょっとわちゃわちゃ感が満載の生放送になりそうですけれども、皆さん楽しみにしていてください。お相手はコンビニ社労士の安さやかでございました。ということで皆さんありがとうございました。ありがとうございました。アフイホー、アフイホー、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。